パパがザフォードと戦うのに協力しろってさ。奴らの金の隠し場所を洗ってほしい。ザ・ハイランドに情報の受け渡し場所がある。詳細はそこで聞いてくれ。ザフォードの金の隠し場所はこの辺りのどこかだ。朝連中の酒場から運び屋が出ていく。気づかれないように尾行して奴らの金を奪ってほしい。それがパパの望みだ。金は使ってなんぼですぜ。また来てくださいよ。運び屋だ。見つからずに後をつければ隠し場所がわかるぞ。フードンクの連中はケラマロだ。ラッキーを殺したスクーターはファミリーを抜けたから関係ないとか言いやがるが、騙されるもんか。俺たちは真実を知ってるんだ。だよな、俺の頭の中の声。お前はいつも気の利いたこと言うな。離婚されてるのか。いや、それはありえん。こうして金を運んでりゃ親父も俺のことを愛してくれるかもしれん。ラッキーなんかより俺の方がずっといい息子だ。愛嬌があるし、喋りもうまい。死んでもいない。そこは俺のチャームポイントだ。同感だよ、俺の頭の中の声。もうすぐ隠し場所だ。早く着かねえかな。尾行もされず襲われもせずたどり着いてほっと一安心。この瞬間がたまれねえ。よーし、元気だ。運び屋をばらして残らずいただいちまえ。ヘリア何かの壁になってんのか。パパが運び屋の鍵で箱は
も全部開けられるってさ。腹筋に腹筋ついた。秘密金庫を襲ったのね。噂によると連中は恐ろしい報復を考えてるそうよ。ママは言ってたわ。バカ両家の抗争に巻き込まれたら私なんかひとたまりもないって。私本当はそれは間違いだって証明したいのかも。
ララ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 ラザダストでうちの若いのに会ってくれ。詳しくはそいつが説明する。ホドンクのやつらどこかの間抜けにピーターの後をつけさせたんだ。そして金の場所を突き止めるとそいつはピーターを犬っころみてに殺しやがった。いいやつだったのによ。やるべきことは一つだ。やつらのトレーラーを焼き打ちしてくれ。できれば日が暮れて夜空を焦がす炎をこの目で見てからな。頼んだぜ。死にたくなければ私から何か買っておけ。今度出血多量で死にかけた時は頼れるドクターセット。
伝令だ。
ブイ。
一番可愛い音がするのは誰かな。相当性格ねじ曲がった野郎だ。多分カーソンはハイペリオンフレンドシップグーラグに連れてかれたな。ハンドル
ところで一番安全な車ってのがあるんだ。番号を今から言うぜ。523-806。ガスタンクを開けてファイヤー系の武器を撃ち込めばいい。ひでえと思うか。だがこいつを始めたのはホドンクの方だ。ファイヤー系武器でタンクを撃つんだ。そのためじゃ無理だ。罪悪感なんざクソくらいだ。これは戦争だぜ。相手がやらねえことをやるからこそ勝てるんだよ。たとえそれが猫身を襲って焼き殺すことだとしてもな。お前の喉チックに飲みたいよ。舌を刺す鉄の味。
数年前、元ホドンクの野郎に息子のラッキーを殺されてな。もうじき毎年恒例の息子を忍ぶ宴が開かれる。よかったらお前も出席してくれ。筋の羅列がすでに暴力だ。ザ・フォードの奴らめ、もう許さん。刺客を雇え、今すぐにだ。ザ・フォードの連中は俺たちの故郷を焼き払った。奴らは近々死んだラッキーを忍ぶ。その宴をぶち壊してほしい。だがシラフじゃ会場には入れない。サンクシュアリに裏切り者がやってる酒場があるから、そこに行け。食いもんよこせってんだよ。頼んだ仕事はどうなってるかしら。いい感じになってきたわ。一気はダメよ、強いお酒だから。もっと飲みな。エリーがモクシー並みのナイスバディに見えるぐらい酔っ払ってないとザ・フォードの酒場には入れないぞ。そうだね、パパ。裏切った連中のことなんて口にすべきじゃなかった。謝るよ。あなた、ジャックに似てるわ。付き合い出した頃の彼はとっても可愛かった。いつもドアを開けてくれるし、綺麗だって褒めてくれるし、私のことをジロジロ見るやつがいたら顔に一発ぶち込んでた。でもそのうち私に執着するようになったから思い切りよく振っちゃったの。今考えると不活だった。しょんべんしょんべん。
おいんな、ちょうど宴が始まるとこだぜ。急ぐなよ。やり合うのに適した場所を確保して奴らを全滅させるんだ。今日お集まりいただいたのはラッキー・ザ・フォード・シノブタンです。ラッキーはいい男でした。優しく気高い心を持ち、出会った人すべての心に喜びを与えました。殺した相手にさえもです。ラッキーは酒を愛し、女を愛し、人生を愛しました。今日は外でまだ酒を飲んでるんだろう。まあいい、戻ってくれ。宴を襲いやがったのは誰だ。ほどくの野郎、もう勘弁だろうね。蹴りをつけてやる。ザ・フォード対ホドンク、最終決戦だ。どうやら戦争も終わりが近いようだな。みんなずいぶん怒ってるわね。私のジャンクヤードに来て。そろそろエンディングよ。こんな縄張り争い終わらせるべきよね。ザ・フォードとホドンクがいよいよ蹴りをつけるみたいだけど、どっちの味方になる？早く行かないと始まっちゃうわよ。乗り遅れないようにね。おい、いよいよホドンク家と決着をつける時が来たぞ。お前もリンチウッドの駅に来い。おい、ザ・フォード家の連中がリンチウッドの駅に来てる。一網打尽にして蹴りをつけるチャンスだ。お前も来い。生き残るのはどちらか一方だけ。打ち合いが始まったら気に入らない方に向かって打ちまくればいいのよ。あ、でも一度ドンパチが始まったらどっちかが全滅するまで終わらないから気をつけてね。あの田舎者どもを一掃するのに手を貸してくれんのか。何を言ってる。そいつは俺たちの仲間だ。おいおい、冗談は顔だけにしときな。ザ・フォードの手任せにはもううんざりだ。蹴りをつけてやる。もういい。
ヘクターを撃て。うるせえ、ミックを撃て。何やってんだ、ホドンクどもを撃て。ザホードをやるんだよ。息子のツヤを殺しやがる。うちの島から出てけ。最後はこっちに内臓をぶちまけてやる。話をしようじゃねえか。今日はご苦労だったな。
こいつは一家に伝わる宝だ。持ってきな。
悩みすぎて肺がプレッツェル。
ないな。やはり復讐など無意味なことなのかもしれん。まあそれは君の責任ではない。私の腕を回収し、都合の良い時にでも返しに来てくれ。外国株が一部消失する可能性があります。